かなり前になるんですけど、プロジェクトリファンタジーっていう名前で立ち上げたプロジェクトがようやく形になって皆さんにお見せできることになりました。ペルソン5なんかは結構世界的にも評価いただいて、でこれを機にアトラスといえば、まあメガテンとペルソナがまあ2大大型 RPG としてユーザーの皆さんには知っていただいてるんですけど、ここにまあ3本目の矢じゃないですけど、僕らとしては実は初めてとなる本格ファンタジー大型 RPG ですね、これをちょっとやってみたいかなと思って、立ち上げました。もともとアトラスはなんで現代劇をずっとやってきたのかっていうと、まあ周辺にはもちろんそのファンタジー RPG のはたくさんあって、まあ、それに対してその現代を舞台にした RPG があってもいいやろうってことで、まあ、いわゆるカウンターカルチャーというか、流行りのものに対して我々はこういう独自の舞台設定でいくっていうので作ってきたんですけど、まあ、そんな我々が、まあ、あえて、まあ、ファンタジーに挑むっていう流れの中で、どういうふうにすると他の RPG と差別化できて、なおかつ、ファンタジーの、まあ、本質ができてるかどうかわからないけれども、しっかりその幻想とは何かを考えて作品作りができるかというところにこだわって作ろうとしたのがこのメタファーというゲームです。まあ、メタファーって意味は暗喩って意味で、隠された比喩っていうような意味なんですけど、まあ、今までずっと現代劇我々作ってきて、我々ならではのなんか切り口みたいなものをやっぱり入れないと、もうたくさんあるわけじゃないですか、ファンタジー RPG、 ファンタジージャンルも。やっぱりメガテンとかペルソナとかで、培ってきた、テーマ性だったりとか、あるいは現実を生きる人たちとすごくそのテーマ的にリンクしているいろんな工夫だとか、そういったものをちょっと存分に盛り込みたいなと、思って、なのでちょっと恥ずかしげもなくメタファーとタイトルにしようかなと思いました。ファンタジーとか幻想の作品っていうのはどういうものなんだろうっていうふうに結構思い悩んだ時期が、まあ、初期の頃にすごくあって、で、まあ、その時に幻想文学の入門書とかもたくさん読んだんですけど、その中の一節に幻想っていうのはなんか絵空ごとの世界を楽しむものだけではなくて、この今の現実はこのままじゃなくてもいいかもしれないっていうふうに思えるような、なんかその確認をするために幻想世界っていうものを味わうんだっていうような一節を見てすごく感銘を受けて、そういう捉え方であればアトラスらしい我々らしいそのファンタジー RPG が作れるかなと思って、基本それを基軸に、であればどういうシナリオがいいのかとか、どういう登場人物がいいのか、どういうような力を主人公たちに持たせて戦わせればいいのか、で物語の最終的な結末はどんなものじゃなきゃいけないのかってところがすぐ見えてきて、そのあたりにすごくこだわって作っています。西洋中世を舞台にしたファンタジーっていう作り方をで始めたんですけど、まあ、そのままだとやっぱり単なる王道ファンタジーに、なってしまうので、やっぱり我々ならではの切り口として、やっぱり現代人がその舞台は幻想世界でこことは違うどこかなんだけれども、ちょっと自分たちに関係があるんじゃないかと思われるような、まあ、物語の構造だったりとかギミックだったりとかをエッセンスとして存分に入れているってところが世界観の特徴になります。これまでアトラスで RPG 作っていく中で、まあすごく基軸っていうかベースにするテーマ性みたいなものを大事にしながら作ってきたんですけど、一つキーワードとしては不安への向き合い方みたいなものを取り入れています。もう原始時代から人が人として
生きる上で必ず感情的にもう生理的な感情として不安の感情っていうのはあるんですけど、まあその不安にどう向き合うかで、まあ立ち止まってしまったりとか、あるいは後退してしまったりとか、あるいはその不安をどう捉えるかで前進ができたりとか、すごく人にとってすごく基本的な感情なんですけど、それのその取り扱い方によって、いろんなところに新しいその未知なる場所に行けるその原動力となる感情でもあるのかなというふうに思って、でそれをその今回のメタファーの基本の、まあ、テーマとして、使っています。なので不安というとすごいシンプルなテーマ なんですけど、シンプルだからこそそのゲームをプレイし終わった後にすごくなんていうか異世界で楽しかった、だけど今までと変わらない現実がまた待っているっていうんじゃなくて、何かすごくその現実を生きていく上で何か応援されているような、まあ、ちょっとでもいいのでそういった後押しになるような体験になれば、すごくエンタメとしてはリッチなものになると思うし、アトラスの RPG 作品としての作り方は全然変えていないし、新しいジャンルで皆様に体験してもらって楽しんでもらえたらなと思いで作りました。今回の主人公は今まで現代劇では描けなかったようなニュアンスのキャラクターを描いてみたいというのがありまして、イメージとしては結構中性的で、ヒロイックな感じの主人公ですね。何か、これからことをなすんだっていうような力強いその眼差しみたいなものは入れたいなっていうふうな感じでデザインしてます。で、あともう一つそのガリカっていう妖精が主人公と常に一緒にいるんですけれども、ファンタジーとして そのアイコンといいますか表現するために描いているんですけれども、ガリカのデザインは、どちらかというと現代劇寄りの描き方をしているんですね。で、そのガリカを描くことによってその後のキャラクターのそのデザインにおけるノリというんですかね、そういったものを、探っていって、ガリカがきっかけでその後キャラクターデザインがスムーズに続けられるようになった経緯があります。もちろんその西洋ファンタジー、まあ、例えば甲冑であったりとか あいったもののかっこよさっていうのもあるので、そういったものも存分に入れたいと思うんですけれども、逆にそのファンタジーっていうジャンルに縛られすぎると、自分たちの持ってるものが、出しづらくなっているような気が途中でしたんですね。で、作っているうちにそのファンタジーっていうそのジャンルをまあ再解釈するというんですかね、その自分たちだったらこういったものにするっていう、その今まで自分たちがどういうクリエイティブをしてきたのかっていうのを改めてその、まあ、話もしましたし、自分でも再認識をして、どういった形で、例えばキャラクターの衣装であったりとかも、その単純にその中世の、まあ、例えばヨーロッパとか西洋のものを持ってくるというよりは、もっと近代、例えば一部その60年代ぐらいのファッションのスタイルであったりとか、そういったもののシルエットが合うんじゃないか、スタイリッシュになるんじゃないかっていうような発想で入れてみたりとかですね、主にその背景の、処理が絵画調になっているのが多分パッと見た手触りとして一番特徴的なのかなと思うんですけれども、それはやっぱりまあ、描かれるその街並みであったりとか、そういったものをファンタジックに見せたいっていう意図もありつつ、キャラクター型やキャラクターデザインは、独創的なものを、盛り込んでいるたものを
どういうふうに融合させていくのかっていうとか苦労したところですし、一つ見どころなのかなというふうに思っています。自分たちが作るからには守らなければいけないというか、期待されているものに応えなければいけないっていうところがどこなのかっていうのを、改めて再認識しながら作ったタイトルだと思うんですね。なんでデザインの中ではそのアトラスらしさというか我々らしさっていうものはそれ以前に例えばペルソナシリーズなどでデザインに期待されていた部分ですね、例えばインターフェースのスタイリッシュさであるとかキャラクターの造形であるとか既存のタイトルで皆さんが期待してくださっていた部分を今回期待に同じような部分で期待に応えられるように盛り込んでいます。ファンタジーって言われて想像する好きな部分というのはもちろん我々も好きなのでふんだんに盛り込んでいますし、アトラスも特有のタイトルの持っている魅力っていうものが、期待されるものに応える部分っていうのもちゃんと盛り込んでいる作品になっていると思います。続報を楽しみにしていただければと思います。初めてそのメタファーのお話をいただいた時は王道のファンタジー RPG ということでオーケストラがパッとなって、僕が今まであんまり作ってこなかったような曲調で作れるのかなと思ってすごく楽しみにしていたと同時に、やっぱりアトラスの作品としてはオーケストラが鳴っただけではちょっと済まされないのかなっていう不安もありつつ楽しみっていう気持ちでいっぱいでした。楽曲自体は宗教音楽をコンセプトに、それを、王道の RPG とどうやって融合させるかで、アトラスの作品として求められている何というかこうちょっと毛色の変わった感じも出しつつ宗教音楽も出しつつ、そして王道のファンタジーも、感じさせるような曲ということで頑張って作りました。宗教音楽というコンセプトに合ったもので賛美歌的なコーラスがあったり、ラップではないですけどもその行に近いニュアンスのものを入れてみたりとか、そういうのが少し毛色の変わったアトラスらしさのある王道ファンタジーの音楽かなと思って、そこを突き詰めて作った感じですかね。僕自身ゲーム音楽っていうのはゲームの世界の画面の中の、RPG の世界からプレイヤー様の間にあるものがゲーム音楽なのかなと思っていて、ゲームの世界観も表してはいるんですけども、もちろんそこの中にそのゲームの音楽が世界の中で鳴ってるわけではないので、ユーザーインターフェースとかと同じ扱いがゲームの音楽なのかなと思っています。橋野さんとも話していて、その世界で脳内でキャラクターの脳内で鳴っている音楽ともリンクする音楽を作っていこうっていう話もあったりで、今回はちょっと今まで作っていたゲーム音楽とは心構えというか考え方が少し違った形になっていると思いますね。まだ絶賛、制作中というか、まだ足りない部分をもっとブラッシュアップして、アトラスらしいというか名を汚さないような曲作りとしてまだまだブラッシュアップしているところです。楽しみにしてくださっている皆さんもぜひ僕の苦労がようやく結晶して良いものができると、期待してください。
メタファー・リ・ファンタジオは2024年発売を予定しています。それまで作品のブラッシュアップを続けながら少しずつ情報を公開していきます。皆様どうかご期待ください。本日はありがとうございました。